続いて、ディフェンスの位置取りについてご説明します。自分の前のオフェンスを守るときに、体を守ってしまうと、体に対して位置取りをしてしまうと、はい、手を挙げて、ゴールキーパーから見て、ボールが丸見えになります。で、自分がこの選手の顔、顔と顔を合わせるような場所だと、届きません、投げられたときに。ですので、ディフェンスの基本の位置取りは、ボールに対して位置を取ることです。 ハンドボールというのはこの四角いゴールの中にこの丸いボールを何度入れるかで勝敗が決まりますこのゴールの中にボールが入るときはシュート以外ありませんですのでまず防がなければいけないのはシュートです自分の前にいるオフェンスに対して防がなければいけないのはシュートなので必ずボールを守りますシュートさえ防いでしまえばあとは怖くありませんななぜならば どれだけいいパスを通されてもどれだけフェイントに抜かれてもそのそれだけでは点数が入らないからですまずシュートを守ることによって次の選手はこれでこの選手はシュートは打てませんシュートが打てないということは次はパスかドリブルしかありませんですので準備ができることになりますただもしもこれがシュートではなくてフェイントが怖くてこのように守っていたとしましょう横が怖くて守っている そうすると、シュートをもしも打ちに来られたときに、シュートを守りに行きます。守りにいったことで、次にフェイントをかけられることになります。こうですね、逆になってみると、こう持っている、最初にシュートを守っていれば、シュートが打てないからあ、次どうしようか、パスかな、フェイントしようかな、でもこれはもう準備できているので、守りに行きます。ですが、最初にシュートを守っていなくて、ボールを守っていなかったときに、シュートを打ちに来たら上がるので、 そのままま狙いに行けるとまずはしっかりとシュートをディフェンスは守るために相手の顔や胸ではなくしっかりとボール側に位置を取ることボール側に位置を取って守ることが大切になりますただボール側に位置を取ってもこれがもしも棒立ちであったりどちらも守れるようになっていると ペイントをかかかけられたとについていてくことがなかなかできなかったりしますですのでしっかりと腕側を取ってさらに前の選手が優香選手が右利きなのでこちらの方にシュートを打った方が強いシュートが打てるので半歩前に出しますそうすることでこちらが強いので行くのはこっちです準備ができているので守ることができますというようなイメージでディフェンスは位置を取ることが大切です それでは実際に、えー、オフェンスの腕側を取る、えー、トレーニングをやってみましょう。えー、こちらにパサーが2人いてこちらのオフェンスを私がディフェンスする形になりますしっかりと腕側を取りますボールを持っていますボールを持っていて動きますで行った瞬間にボールをボールの側を見ますという形で、えー、位置を取る練習をしてみてくださいでは実際にやってみましょう。はい、女子の人、誰か でちょっと動かしていいからね、動かしていいい。い、よ。はい、はい、しっかりとしっかりと。で手上げて手上げ,げて、そそそうそうそう。腕がねボール持ったらしっかりとシュートを打てないようにボールが、ボールがもっともっともとそそそそうそうそうう体だけだと打たれちゃうよ、体だけだと打たれちゃうよそう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 、しっかりと、はいはい、いいですよ、はい。上げて上げて、手上がってなかったら打っていいよ、シュート手上がってなかったら打っていいですよ、シュートそうですね、<laughs> はいはい。 はい、オッケー、チェンジしましょう。はい、チェンジしましょう。